ターンティアー・トーペイ・ターンティアー・トーペイは、インド・マラウター王国の最小だったバージーラーを二世の、ヨーシナーラー・サーヒブの武将だった人物、インド大反乱の指導者の一人でもある。ターンティアー・トーペイとも呼ばれる。本名は、ラーマ・チャンドラ・パーンドラング・トーペイ。ターンティアー・トーペイの兵士1814年、ターンティアー・トーペイは、ナーシク方面の町、イエーオラーに生まれた。 なお、彼の家系はバラモンであった。時期は不明ながら、マラーター王国最後の最小バージーラーを二世の、養子ナーナーサーヒブに使えるようになった。1851年、バージーラーを二世が死亡した後、ナーナーサーヒブは失権の原理により、イギリスから年金の支払いを相続することを拒否された。これにより、ターンティアートーペーは、ナーナーサーヒブと共に、 イギリスに敵対することとなった。1857年5月、ナーナーサーヒブと共にビトゥールで放棄し、カーンプルを占領した。ナーナーサーヒブが行方不明になった後はゲリラ戦を展開した。1859年4月7日、ターンティアートーペイは裏切りにあって捕らえられた。そして同月18日にシブプリーで処刑された。ありがとうございます。